見てくれてありがとうございます。今日は西小次郎御嶽を見に鶴見緑地へ行った記録をご報告させていただきます。大阪市鶴見区とですね、森口区市にまたがるこの鶴見緑地ですね、広々としていましてね、何度来ても気持ちがいいですね。大池を通りましてね、山のエリアを行きまして、北の端にあるですね池を通ってせせらぎの森へ行きました。まず大池ですね、カモがいっぱい止まってましたね。まあ、大池のカモを冬ですのでどんながいるのか楽しみに見ましたね。前をオナガガモが通っていまして、オオバン、ユリカメも来てますね。ヒドリガモも見えます。ヒドリガモですね、ゆったり休んでますね。キンクロハジロもいますね。オナガガモの群れもいました。まあ、サギはですね、ユリカモメもいますね。セグロカメも一羽だけいましたね。あ、パッと見てびっくりしたのはですね、ヒドリガモではなくてちょっと緑っぽい、目の後ろが緑っぽいですね、アメリカヒドリがいましたね。ヒドリガモと一緒にいましたね。こういった岸についてですね、ここで寝てしまうんですね。安心しきってるというか、まあここへ来るかも安心してるんですね。それ山のエリアに移動しました。アトリの群れがいましたね。冬ですね、やはり。これ大阪市と思えない雰囲気の場所ですね。ビルじゃなくてこういう森があるんですね。本当におすすめします。いいところですね。気持ちがいい。そしてですね、北西の池に行きました。カワセミがいましたね。これあのバードウォッチャーの方が何人か撮影されてましたのでね、あ、カワセミがいるなとすぐ気がつきました。くちばしの下が赤いのでメスですね。この上止まってね、何をするか見とったんですが、このね、上下にぴょっぴょっと頭を動かす仕草、一緒に見ていきたいんですがね、カワセミの特徴ですね。目を横に向ける、いろんな方向に向けるときに、首を回すだけじゃなくて首を上下にぴょっと揺らして横を向くんですね。今視線は上の方にありますね。ぴょっと上下に揺らして横を向く。で、下を向きましたね。下を向いたらこういう場所なんですけどね、これちょっと一緒に観察しますと、下を向いたら飛び込むんですね。あ、そして小さい小魚、ね、小魚を
撮りました。非常に小さいね。こう下を向いたら魚を狙うわけですね。うん。上下に首をポッポッと動かし、下向きましたね。今下向いてませんね。下向きましたね。わかりました。上下に下向いたら小魚の群れがあれば飛び込むんだと思いますよ。これ上向いてるときは飛び込まない。これ下向いてますね。うん。まあ小さい小魚の群れがねいたらね、おお、何回も繰り返しますね。下向いて、うん、なんとなくね、うん、分かったような気がします。でカワセミの池の上にクスノキですかね、黒い実があるシロハラが止まっていましたね。ツグミの仲間のこのクスノキの黒い実、ツグミが好きな気がします。尼崎農業公園ではツグミの仲間のオオアカハラがやはりクスノキの黒い実を食べていましたから、このシロハラじーっとしてるんですね。でバードウォッチャーの方がね、カワセミにとってバードウォッチャーの方が緑のせせらぎ地区に行ったらね、西オジロビタキ見えますよと言われたんで移動しました。これせせらぎのところですが、なんか木の端のところに動くものが見えたんですね。まあこの模様でキジバタと分かりましたが、こういうところね、トラツグミなんかも好きですからね。キジバタがいました。シジュウカラがいましたね。一生懸命何かを食べていましたね。このぶら下がり方が面白いですね。こういう食べ方もできるんですね。器用ですね、シジュウカラ。これぶら下がってるんですよ。これ白い実ですね。センダンとか南京ハゼとかですね、白っぽい実ですが、これせせらぎ、緑のせせらぎのところですけどね、やっぱ小鳥が多い。いやもうこれぐらいで十分ですね。気持ちよい散歩ができていますが、そしてメジロも出てきましたね。この白い実、こんな大きい実を食べれるのかなという感じなんですけどね。食べてる、まあ止まってるんですね。こっちの実の方にも止まりました。赤い実ですね。まあ皆さんも一緒と思いますが、このね、あまり植物詳しくないんで、こうやって鳥がこういう実のところに集まってるのを見るとね、植物もねやはりね楽しんでね、勉強というのはちょっと大げさですね、楽しんでどういう植物なんか、名前とですね、何を小鳥が好きなんか、これから調べていきたいですね。で3人のバードウォッチャーの方がね、一本の木の周りで
カメラ回してたんですね。何か珍しいのがいる。これが西尾次郎ビタキかな。なんか地味な問いなんですけどね。ちょっと私のとこからではね、葉っぱに隠れて分かりにくかったんですけどね。小雨ビタキみたいな顔してますが、いやー皆さんのおかげです。でもうね、きちんと見えました。かわいらしい鳥ですね。尾を真上にピョンと上げるんですよ。そういう仕草ですね。やはり鳥によって癖いろいろありますね。カワセミは上下に体、あの頭を動かす、一緒です。これ上下に尾を動かす、上をポッと真上に上げるんですね。かわいらしいなという感じですね。ね、尾をピュッと上げるんですよ、この西尾次郎ビタキ。いやー、45年甲子園浜の野鳥ばっかり見てきた超ベテランではなくて、毎度毎度同じことを言って申し訳ありませんが、超初心者ですんでね、これも初めて見たんですね、この年で。鶴見緑地公園、もうひいきにさせていただきます。毎年来てほしいな。可愛らしい、可愛らしい。おうね、これカワセミみたいに頭をね、上下には振らないです。いろんなとこ見るとき、尾をね上に上げるんですね。鳥によって癖が違いますね。まあ人もね、あの首をパッと動かす人とかね、貧乏ゆすりをする人がいろいろいますよね。多種多様ですが、鳥さんも多種多様ですね。この緑地、鶴見緑地ね、ヨタカとか麦巻きとか菊頂きとか、この大阪の大都会で珍しいのが来るんですね。私も麦巻きとヨタカを見せていただきましたが、素晴らしい場所、素晴らしい場所です。見てくれてありがとうございます。これからもよろしくお願いします。